どうもくまです。今回はざっくりとしたツイードネイルを作っていきます。はい、今回はリクエストも多かったツイードネイルを作っていきます。アウサはこういうのって作ったことある今まで？はい、作ったことあるんですけど、こんななんか小物のツイードっぽくこうボコボコした立体感のあるものみたいなのを作ったことないです。これは本当重ねていくだけなんでね、やり方さえ分かれば簡単にできるので、うん、まあ皆さんもあずさもサロンワークにぜひ役立ててみてください。はい、で今回使用するのはこちらのカラーです。まあモカ、濃い茶色、白とゴールド、こちらで秋から冬にかけてのざっくりとしたツイード、じゃこちらのカラーで作っていきます。まあ、この細かいラメ、119番の細かいラメは金糸、金の糸、こちらを細く描いていきます。これが入ることで結構いいアクセントになりますね。なるべくテクスチャー固めのものがいいかなと思います。ではアンギュラー筆、エラフォーマのアンギュラー筆で94番のモカをまず全体に塗布していきます。いろんなやり方があるんだけど、まあ、時間短縮、サロンワークで時間短縮でなおかつちょっとうまく見えるやり方を伝えていきます。まあ、こういう感じでざっくり塗ります。それで筆を一回拭って85番をアンギュラー筆にこんな感じで取ります。でもこの時点でこういうボケを作ります。で筆拭って23番取って、こういう感じにすると背景がもうすでにこの3色になってるから、この上にツイードを簡単に作れるんだよね。はい、複雑な感じになる。はい、でこれで一回硬化します。はい、硬化できました。多分この例えばこういうモカ、まず一回塗ってその上からこういう濃い色、白色をこうピッ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 って縦横縦横って感じで入れていくことが多いんじゃないかなって思うんですけど、はい、こっちでやった方がかなり時間短縮だしクオリティも高いものは簡単に作れます。はい、じゃあパレットを用意して、でまずこの85番をこんな感じで取ります。でパレットにこんな感じにしてさっとシュッとこんな感じでざっくりとした横の横線、横糸ですね、はい、横糸だね、横糸をざっくり入れていきます。こうするとちょっとこう旗折りでいうと横糸をこう折った感じに見えない。はい、でさっさっさっさだからかなり時間短縮になる。ライナー筆で一本一本描いてるとかなり時間かかるし、はい、ちょっと描いてますって感じになっちゃうんだよね。ああなります。でこれで一回硬化します。はい、こうなります。こうなったら次は白を取ってきてまた横に、さっき縦に全部やったじゃん。はい、だから次は全部横に白をシャッシャッシャッと横糸だね、横糸旗折りするイメージ。はい、あの織物じゃんこういうのって。はい、だからそれを折ってますって感じで作っていくと綺麗な生地感ができます。はい、とこんな感じでもうすでになんかチェックっぽくもなってるよね。そうですね、例えばここに大まかな線を引くと白とか、これでこれでチェック柄になるかと思います。可愛いです。うん、可愛いよね。はい、これざっくりした感じも可愛い。はい、でもう一度今度モカ取ってちょっと中間色ささっと入れてあげると大まかな縦横の生地感が生まれます。ここで初めてこういうライナー筆に持ち替えます。これ順番はまあ人それぞれ好みはあると思うんですが、白がちょっと目立つからまず白で先に縦に入れていきます。さっき横に入れたよね。はい、なので次は縦に入れていきます。でこの毛先を生かしてさっさっさって入れていきます。はい、さっさっさっとこう、そうするとカサカサってなるじゃん。はい、これがいい感じの生地感になります。綺麗にスースーって描くと、あ、本物もこんな感じですもんね。うん、見えるところ見えないところあるじゃん。はい、それがうまく表現できるかと思います。これぐらいにします。はい、で硬化、では次は85番の茶色を取って
今度は横に糸を通していきます。はい、そうするとこうクロスしていく、白の上に乗っかって、これもさっさっさと描いていきます。あんまりここで色をのせすぎると下に大まかに作ったチェック柄が消えちゃうので、はい、これはざっくりでいいかな。はい、で硬化します。で硬化できました。でここで初めて119番のゴールドラメ、これが入ってきます。今度は縦にスーッと細くなるべく細く入れてあげます。うん、で後々これが金の糸、金糸みたいに見えてくれます。こんな感じでちょっとキラッとするよね。はい、で硬化します。これはこのライトの出入りがすごく激しいので、なるべく片手3本このツイードが入るんだったらいっぺんに一工程入れてあげるといいよね。はい、はい、で次は横糸を入れていきます。またホワイト23番、で今度はちょっと凹凸を作っていきます。はい、ちょっとたっぷりめに取ってポン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 って このテクスチャー、こういうテクスチャーだからできるんだよね。うん、もったりとしたで、こうポンって置いて引っ張っていくとこうほら細いのできるじゃん。はい、であえて斜めにしてもいいし、こういう感じであえてこういう凹凸を作ってあげることで最終的なボコボコ感が強調されます。わあ、で硬化します。ポイントとしては最初から凹凸がある感じに全部作っていくのではなく、3段階に分けて作っていくと綺麗にできます。はい、では次は85番取って、今度は縦にポンポンと、まあ、こういう感じでチョコレートをこうスススって垂らすかのように引っ張っていくとボコボコの凹凸ができます。この辺はもう感覚というか練習が必要かなって思うんだけど、はい、こんな感じになります。はい、で硬化します。はい、硬化できましたらまたラメ、今度は横に入れていきます。しっかり描くっていうのはちょっとこの茶色の上にかかるように描いてあげると、一番手前に金の糸が来てるかのように見えるかと思いますね。はい、で硬化します。はい、これでできました。これだけだとちょっとこの茶色が濃すぎるよね。はい、これをきれいにしてあげるというか慣らしてあげるためにまたアンギュラー筆に持ち替えます。でこの白をパレットの上でこういうふうにカサカサになるかのようにカサカサにつける。はい、こういう感じでカサカサカサって、なったのをこのカサカサ具合で表面をふわふわってやるとこの茶色の上がうっすら白になる。うん、いくよ。はい、シャシャッと。おお、これちょっとだけ変化したでしょ。はい、シャッシャッシャッと。で一回硬化します。はい、こんな感じちょっと薄く白がかかったでしょ。はい、でまた横にも入れます。これちゃんとね生地みたいに横縦横縦横入れていきます。はい、こんな感じで、で硬化します。はい、これで仕上がりです。どう？ツイードってすごい時間かかるイメージだったので、なんかすごいですねすごいですね。やっぱ最後にこのシャッシャってやるのが効いてくるよね。はい、うん、で今回やっぱりポイントとしては段階を経て作っていく。はい、最初からこうピッピッピッってやるのではなく、複雑にさせるためにも最初のベースはこう色を最初からこの使うこの3色を折り重ねてニュアンスのように作っていって、生地を折っていくかのように段階を経て盛り上げていく。はい、で最後にアンギュラー筆で最終的に細かい白い糸
を入れてあげるとこういう風にしっかり馴染んでくれるツイードになってくれます。まあ、これはチェックにも応用が効きますので、はい、でかなり時間短縮になるしクオリティが高いものになるかと思います。で最後の仕上げ、やっぱりこの凹凸感を消したくないのでこういうノンワイフトップでグッと、これはいつもはこうふわっと表面を作るって言うけど、はい、これはこの生地感を生かしたいのでこうしっかり間にまで練り込んでいく、はい、押し込んでいくかのように塗っていってしっかり先端を囲ってあげて仕上げます。すごい。これで硬化します。どう？すごい早いです。はい、硬化できました。まあ、こんな感じでこうほらほら凹凸あるでしょ、はい、これはノーマルトップをきれいに隙間なく埋めてるからやっぱりこの凹凸が必要だよね。はい、リアルですね。リアルだよね。はい、ノーマルトップだけでお客様は持たないんじゃないのって思う人もいると思うんだよね、はい、その場合はベースジェルを塗った後にこういうエンネとかのトップジェルを一層コーティングして先端までしっかり覆ってください、はい、それからこのツイードをやればちゃんとした厚みが出て頑丈な1ヶ月持つアートになるかと思います、はい、まあ、もちろんベースジェル塗ってこのアートだけでも大丈夫だけど、もし不安な方とか爪の弱い方にはこういうものをベースジェルの上に挟んであげてからアートしてあげた方がより頑丈なネイルになるかと思います、はい、OK、はい、作ってみます。私も色味変えてサンプル作ってみます。そうだね、これ色変えると、まあ、ピンクとかでやると可愛いし、はい、例えばさ洋服の柄、はい、なんかこの洋服が可愛いなと思ったやつから全く色を持ってきてこれ作ってもいいよね。そうですね、これ最近アンサーがこうチェックのスカート履いてたからそれ参考にして作ったんだよね。あ、今入ってたでしょ。あ、そうですね、うん、まあ、この色は合わせやすいよね。はい、まあ、こんな感じで作っています。はい、今回はこういうざっくりとした、まあ、基本的なツイードをお伝えしました。それで第5期オンラインサロンでは、まあ、こういうより複雑で高級感のあるツイードをお伝えしていきます。まあ、こういう僕すごい凹凸ありますよね、はい、とかこういうお花の作り方とか色合わせとかをお伝えしていきます。なんかこの歯切れ感とかこのシェルのアプリケみたいに見えるやつとかのやり方すごい気になります。アプリケ、アプリケ、ブローチ、ブローチ、ね、アプリケじゃないですね。アプリケはちょこちょこ言葉を間違えちゃう、うん、ブローチ、まあ、そうだね、ブローチ、うん、この歯切れ感とかね結構使えるし、このブローチみたいな感じも使えるので、ここら辺をお伝えしていきますので、気になった方は概要欄の方から検索してみてください。はい、いかがでしょうか。まあ、こんな感じでツイードもざっくりと段階を追って作ってあげると綺麗に作れます。そしてもっと複雑なアートを作りたい、知りたいっていう方は10月15日からオンラインサロン第5期募集開始しますので、よかったらチェックしてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。バイバイ。名古屋です。もう回ってるんですか？回ってる。ドアップ今。ドアップやめてください。名古屋はこれから、これ明日台風だよね。明日台風ですね。だからお客様に早く来てもらって。そうです。早く来てもらって。いや大変ですね、台風は。そうだね。なんか12、13のお客様はもう僕全部全ばらし。まあそうだね。いました。もちろんなんか撮ってるし。カメラで。おお。あ、撮った。あ、いた。ストーリー用に。何を撮り合って。不思議な光景。不思議な光景。何を撮り合って。で見て。どれくらいサイズ違うのか。全然違う。全然違うね。明かり大丈夫？あ、うん。全然違います。肩が。あ、本当だね。ナオヤ身長何センチだっけ？俺182ですね。182。あと何センチ？152です。
30センチ違うんだよ。30センチ違う。でもあの体の鍋に3個ぐらい入るね、厚さが。え、そんなに入んない。3個はなんかあの登場できるね、鍋に。あ、それはできます、ね、あのこうファスナーバーってやって、わーって出てきます。高身長イケメンじゃないでしょ。なんすか。高身長なんですか。高身長イケメンじゃないもんね。高身長、そうですね、もう高身長イケメンは何もうって以前は違ったみたいな。返事しましたよ。昔は高身長イケメンだったの。高身長イケメンだった。